はい、今日は12月29日朝6時になりますけども、冷やしだけで今日はね、えー、相場解説をしていこうかと思います。えー、来年の展望なんですけども、こちらのね、まあ、レベルを超えて、えー、今、この、チャートバーがですね、ローソク足が上の方に陽線をぐんぐん伸ばしてるところですよね。ですから、こういう風に上がってきたのが、私はね、この、 あとは際限なく下の方に行くんだよなかろうかと思ったんですけどもまあいろんな世界情勢もあるんでしょうけども結論ここの水準を超えて今ここの水準に向かってるところですね、えー、ですんで新年はあれじゃないですか倍の方にずんずん触れていって115円から120円っていう水準をまた目指し始めるんじゃないですかね年が変わると新しい 政策ですとか、それから国際間の動きってのも、やっぱりね、明確に見えてくる部分がありますし、多くの国では予算が決まりだしてね、で、新年度に向かって、また新たなる金融政策とかも始まりますんで、よりはっきりするんですけども、今明確なのは、日本だけがね、落ちこぼれてしまったってことなんですよ。で、日本は何かを輸入しなければやってない、やっていけない国ですからね。で、輸入原価が軒並み上がるわけですよ。 で、円ってのはこれからももっともっと弱くなります。つまりは、円が安くなるんで、115円、120円、130円っていう水準に、このままだと向かっちゃいますね。その中でも、FX をやってる我々だけは、円安に向かうってことを知ってれば、お金を増やすこと自体はできるんですよ。ですんで、国内物価がいくら上がろうと、FX をやってる限りは、全く心配ないです。 ただ残念ながら自分たちは豊かだけども周りの人は悲惨な暮らしっていうのを見なければいけないんですよ。うんそういったものはありますんでできればねみんなでこの FX で外貨を稼ぎまくって日本円をもっともっとねため込んでいってとりあえず日本は貧乏になるけども個人的には豊かになったよっていう人はね周りにたくさん作れるといいなと思うんですけどもね。 ま、あひどい言い方になっちゃうかもしれませんけども、この日本の衰退はもう止まらないですね。政策がもう邪魔をしてるわけですから。あの、ロスジェネ世代っていう私たちの世代をなんとかね、食い止めようといろんな施策を打ちましたけども、この度ですね、政府からも、もう国の政策支援では回復は不可能だっていうふうなレポートが出ちゃったんですよ。ですので、地域とか企業にそれはもう受け皿をお願いするしかないみたいな感じで、国も見放しました。終わりです。 ね、40代50代のロスジェン世代はものすごいボリュームゾーンです本来なら現在この国を社会を動かしている世代なんですよでもどちらかというと40代50代の私たちと同じ世代は生活保護をこれからどう取ろうかっていう風なねそんな方向に行っちゃったわけですよしまいには国も見放した当然ですけども一企業や民間団体が何かとかできるようなものでもありませんしせいぜいね炊き出しをするぐらいが本当限界なんですよ で需要も先細,先細った世の中でどんな商売を立ち上げればね人を雇うほどに、まあ、マーケットが開けるのかって言ったらないですからね暗い話ばっかりになっちゃいましたけども私はそう考えると FX をマスターしてとりあえずお金には困んないよねっていう風な形を取っていくぐらいしか思いつかないんですけどもいかがでしょうかそれでは本日は以上です